遊んでない。だからここら辺の質感もちょっと海外っぽいですよ。なんかこれ本当にやっぱり2代目なんですけど、吉沢がアメリカから、はい、持ってきましたもん、はい、日本で買ってなくて。あ、そうなんだ。そうなんです。代理店は多分日本にもあるっぽいですけど。じゃあこれ時間経ったら戻ってきて、ちょっと実演しましょう。はい、ここら辺はもうあれですか、もうヴィンテージのリーバイスとか。そうですね、高額な、やっぱり、はい、まあ、10万円ぐらいのもんパンツとかはそうですかね、入れてますかね。なるほど。いやカットソーあって靴あって、なんかこういうのも結構いいんだよな、このファイヤーマンジャケットのデニム版ショートみたいな。なかなか出ないですね。これもなかなか出ない。出ない。だいたいサイズはこれは L ですね。これ着てみていいですか。もちろん全然進めないよこれ本当に。やばいよこれ。これ系はだいたい袖先がボロくなっちゃうんで。ラルフのこんな綺麗なのはないですね。このバックル なんていうんですかね、こういうファイヤーマンジャケットみたいなバックがついたラルフの、まあ、一番探してるのはアメリカ軍の消防のもののミリタリーなんですけど、あれあんま見たことないです。いやあんまり出ないですね。沼津のね、沼津の古着屋で1回だけ見つけたんですけど、まあこのパターンと同じです。オーナーが来てて、あ、はいはいはい、見つかったら連絡しますって言いながら、はい、もう 4,5 年見つかってないですよ。ああこれでも L でも、あなんか俺そうですね、80年だからもう一発ちっちゃめですね。でもちょっとちっちゃいです ね、 そうですね。これになるとポロが入ってないんで多分レディースかもしれないですよね。確かにこれで XL とかで着たいな。これいいな。俺小学校の時こんな感じのブルゾン着てました俺。ずいぶんシャレ、ずいぶんシャレ。いやでもこんななんかシャレ、こんな感じのがあったんですよね。あ、本当ですか。あの本当ジャンパーみたいな、ただ中綿入ってて、このバックラこういうんじゃなくて、あ、はいはいはい、着てサイズ確かめてもらえれば。ありがとうございます。はい、これなんだ。ゴールデンフリースの、ゴールデンフリースってアウター屋？スピワックスかね。スピワックスって N2B とか N3B とかよくある。あ、そう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 、アウター屋さんかな。はい、面白い。これもちょっとファイヤーマンジャケットっぽい。そうですね、ファイヤーマンですね。感じで。ちなみにそのラルフおいくらですか？1万2000円。いやいや、これちょっとお高い。結構いくんですね。はい、でも5万5000円。5万5000円ですね。やっぱ置き時分かりやすいんだな、これ。これ刻んでますね、12,100円。あれちょっとあの諸事情がありまして。諸事情、はい。もうやっぱこれ安定のね、もう最初の S 着て、もうミディアムレギュラーをついて今。L レギュラー着ておいい感じってなるのが怖いからもう着ないですもん。こうもう着れないですか。そうですね、着れないですか、うん、それだと XS ショートが今っぽいとかもうあの罠にはまりますね。いやもう本当にこれもやっぱりでかくないと売りづらくなりましたね。今だとやっぱ M か L です。そうですね。あとみんなショート欲しがります。あだから L ショートみたいな。 L ショート最高だと思いますね。あ、まあ確かに身幅もあって袖だけはちょっと短いみたいな。なるほどね。これは普通のアルバム、ね、民間だ、はい、三本線の民間。これ持ってます私も。これまあ茶色は軍物ないですからね。そうですね、あのまあこれら辺だとサンドは、うん、そうですね。んこれファースト取ったん、これオリジナルのファーストですね、はい。ああ素敵ですねこれ。アルミのエポなし、アルミのエポなし、すごい店に対して失礼ですよね。すいません、知り合いの店つい私なんか取ったみたいな。本当にたまにいいの刺さってますから。失礼で今失礼でしたね。パタゴニアのジャケット見てタグ付けたっていう失礼な。あでもこれスモールだな、なんかもう分かんないですね。これタグないですねこれ多分。あ本当ですか。あこれはなんかスモールっぽいけど、なんかエポレットなしもなんかエポなしはまあやっぱり合わせやすいですかね。エポなしはエポなしで、はい、ちゃんとこうコロンビアのフィッシング。そうですね、このコロンビアもやっぱ定番で売れます ね、 いいすね。これもだから当時のものは本当ガチ釣りだから短いですよね。だから L とか XL でも短いぐらいだけど、はい、味としてね。そうですフィッシングベストとか当たり前ですよ。インナーにいいですかね。やっぱ昔のいいっすね。これもどれそんなに、いやこれ80年代。あでもやっぱ80年代なんだ、はい、からまあ90年代入るかだと思いますけど、これも形いろいろあるんで着丈のもうちょい長いやつとかもあって。なるほど、はい、だ今だとあれですよ、現行だと PFG っていう三角マークの、う、ね、はい、もうアメリカの大統領もみんな着てる、うん、だ PFG のだから釣りカテゴリーがあれ PFG になったのかな、スポーツなやつが。あれのシャツとかも結構いいっすよ ね、 うん、いやコロンビアはいいっすよね。
安定の瓶。そうですね。持ち手長めですかね。基本的には長めですね。長めですか。あれこれとこれまたちょっと違うな。でも奥の方は全部あの最近の現行の新品なんですけ ど、まあ、なんか刺繍が入ってて、まあ、その代わり7000円ぐらいっていう安め。まあ手頃ですよね、はい、普段使いするなら持ち手ヴィンテージの短い方が持ち手かっこいいけど肩かけるんだぞ。そうですね、肩かけられる長さですね。実は持っててなんか5個歩くともう耐えられなくなってあれあれですよね。確かにかっこいいんだけど、かっこいいんだけどなんか両手開かないとスマホもいじれないしみたいな、それはありますよね。ここらはまた違う。あ、そっか、リーバイス系じゃない、ブラック。そうですね、ラングラーとか LLB、 あとあれだ、550とか。あ、ね、人気者ですね。はい、渡り太くて。あ、そうです、太めの今っぽいよみたいなボンタンシルエットのやつと。なんかこの落ち方も結構新鮮じゃないですか。もう2周回ってもうストモシみたいなだいぶ色抜けてますけど、もともとの加工で。へえ、うん、すごい 80s っぽくて。そうですね、いいです。もうだってこれのパターンでいくと、もうリアルに言うとやっぱりあの3830の501がそこにアニコナにある時点でもう流しちゃうパターンありますけど、ちょっと見たらなんかいいのあるかもしれない。古着あるあるなんですよ。1件目で例えば見つかっちゃうと他はもう流すんですけど、あ、550の3630もいいの。ただこれ全部うちレングス切っちゃってて、うん、27ぐらいにしてるんです。それはダメージあって切ってるかも。あ、違います、もうあえてくるぶし丈にするぐらいの長さにしてますね。結構はなんていうんだ、ここ広くてヒュッてなってるから、ボンスリなんで、ボンタンスリムなんで。ボンスリね、ボンわかります、わかります。ボンスリムなんで、あのレングス長いと本当やぼったいんです。なるほど。だからあのくるぶしぐらい。あ、でもそれはわかる。なんか見た目はなんかバランス悪そうだなと思うんですけど、履くとバッチリきますから。これだから謎選手ですよね。ここ5年ぐらいまだ急に人気者になりましたね。昔はもう本当禁止の品番だったんですけど。分かる分かる。禁止品番。だって501。分かる分かる。これ禁止品番だったもん。そうですね、今はでも何きっかけなんですかね、これ。誰かが履いたとこなんですかね。もうあるだろうし、あと、まあ、正直なところ集まりにくいんで、これを提案しないと。なるほど。そうしたら逆にスターになったって感じですね。そうですね。なるほどね。あ、お客さん来ましたね。お客さん接客しましょうかね。1時間店長で。そうですね。あ、でもまだ12時になってないからあれかな。お客さんですね。あ、女性スタッフいるんだ。そうなんですよ。向かいのワンヴィンテージで、はい、働いてる、ね、ウィメンズがあるんですもんね。そう、はい、はい、ワンヴィンテージ、はい、ワンヴィンテージ。そうだ、それも紹介してもらえて、はい、向かい側にワンヴィンテージでウィメンズの、はい、だからカップルとかご夫婦で来た時はあのメンズはこっちで見て、そうですね、ね、パートナーは向こうで見る楽しさが、はい、だから退屈しなくていいですね。前はこっちでメンズレディースやってたんですけど、やってました、はい、で今は、メンズ レディースを向かいのワンヴィンテージで、はい、扱うようにしてます。これは結構よく見る。これヒッコリじゃない、なヒッコリとはなんていうんですかね、このピンヒッコリになるんですかね。もう80年代いいですよね。私エルのシャンブレーだ、これの黒を探してます。シャンブレーの黒のその色落ちしてないやつ、ちょっとあの難儀です。難儀難儀です、難儀です、なかなかうちレベルじゃ見つからないですね。あ、これもね、結構俺これ買ったな。あれ俺これひっこりで買ったか、これ置き時計買ったか記憶ないわ。でも L 買いました。俺これのきなりのシャンブレーですね、うん、きなりのシャンブレー、はい、薄手なんで、はい、ちょっと洗えば縮むんですけど。そう、俺 M 買って後悔してます。あ、これ今 M しか、あ、L と、はい、これね、縮むんすよ。縮みます、詰まります。ああ、うん、俺 M 買って縮んだんで、これでも改めてやっぱいいな。でシワシワになってそれまたいいっす。そうです、そうです、洗いざらしもいいですけどね。今なんかこれリのカバーオールみたいになんか パッキパキに見えますけど、はい、ここでもうここひっくり返っていいんじゃ、いいだろうと。僕は本当うねうねうねってなりますわ、ま、この前立てがもうくしゃくしゃになって着るもんですからね、うん、これ いいっすね。ああ、ここにもシエラが仕込まれてます。シエラL サイズとは切れますね。ファティグももう人気あるし、値段がね、詰まりにくいっすね。もう本当にいいサイズは値段問題ありますよね、うん、もうね、詰まりにくくなりました。6号がポイントポイントで入ってきて、これはなんこれバーバリーですか、これなんだろう。これアルニスですね。アルニス、はい、幅広いっすね。いや、もういいものは、これ見ていいですか。もちろんもちろん、なんだっけね、右岸のアルニス、左岸のエルニス、逆かもしれない。ああ、そうですね、どっちだっけ。ありますね。左岸右岸もうパリ2回しか行ったことないから分かんないよ。
セーヌ川挟んで要はアルニスとエルメスがあれなんですよね。そうですね、に玉川挟んでこうこれみたいなすごい、これめちゃくちゃ前のものがそんな着てないですね。これあとシルエットが A ラインなんで本当に着るとすごいかっこいいですよ。ちょっと襟に汚れがあるんですけど、まあ値段で、でもほとんど、あ、でもライナーのこれですよ、これ、ラルフローレンからアルニスまで網羅するこんなクラシックな古着はあんまないですよ。これちょっと着てみる。あれ、もちろんどうぞ。あ、でもこれ、あ、サイズいいな。あ、A ラインのシルエットやばくないですか。この一枚袖の A ラインの肩のここ、うん、張ってない。これやばいですね、はい、これはもう座った瞬間に蝶爪とビールが同時に出てきたぐらいやばいですね。これ冷却で冷却で言えば、あ、これはこのコットンのなんだろう、打ち込みっていうか、これやばいですね、うん、シルエットが本当に綺麗、サイズもいいし、この落ち方ですね、うん、だからよくバーバリーとかでも一枚袖がいい一枚袖がいいって言いますけど、一枚袖がいいというよりはこのパターンなんですよね。そうなんですよね。こう来る、まあ2枚になるとここが広がりやすかったっていうだけなんですけど、うん、これなかなかないですよ。富ヶ谷がもう生命が見えてきましたよいや本当にこれもうフランスパン買いに行って、うん、もうめっちゃいいですね。アルネスこれでプライスは20万ぐらいですか。いやいやいや、ほんとにじゃないですか。8万です。分かりやすいですよね、みんな。もうあの綺麗な数字が好きなんです。なるほど、はい、ゾロ目ゾロ目ゾロ目だ、分かりやすいプライスの付け方だから、ね、はい、これはこれも完全にアニコーナーですよ。これありがとうございます。これめっちゃいいな。はい、あ、ありがとうございます。はい、すいません。めっちゃちょっとあれですね、アルニス。やば。あ、ここら辺だとリーバイス出てくんだ。このボアでかいっすか。あ、でもそうでもない。M 表記っすか。M、じゃ、わざわざ私ちっちゃいっすね、これね。なんかね。それより、スチーム忘れてますよね。スチームちょっと言ってください。スチーム完全忘れてないですか。完全にこれ、あ、もうなんか GPS、 もう水滴ついてる。本当だ。じゃあちょっとこのどんな感じかちょっと実演を。いつも音いいですね、音。もう、あ、こうさ、だからやっぱりあれですね、あのヴィンテージショップって、まあ、お気どきさんもそうですけど、やっぱりいかにいい状態にして、ちょっとリペアがあったら、あのリペアして出すとかね、はい、ちょっとほつれがあったりとか、それがめちゃ大事ですよね。そうですね。洋服屋があるとできないですもんね。やっぱ綺麗にしたものを出したいっていう、あの吉澤の意向がやっぱり強いんで、はい、だそれだけ手間かかってるってことですね。そうですね、かけてますね、洗濯も。老舗の饅頭屋がもう明け方からあんこ作ってるゾーンに近いっていうか、手間がかかってるってことですね。かかってます。いやー、これ最高だな、これ。ありがとうございます。これ一回切った方がいいですね。そうですね、切りましょう。忘れてましたすぐ忘れちゃう。すぐ忘れちゃう。これでもちっちゃいな。あ、44だ。これだと切れるな。でもこれウィメンズって可能性は。メンズですね。メンズなんですけど、要は見幅でかい、あの M とか S シリーズのやつじゃないんで。あ、でもなんかこんな44とか昔とありないけど、今悪くないと思ってますね。そうなんですよ。昔44なんかもうでかすぎるって言われてたんですけど、今は44なんだ。44、46、48でもいいかもしれないですね。これってポケなしのやつもあるじゃないですか。よく細根コーデュロイでいっぱい。あ、はい、あれの方が古いですよね、年代が。あれとまた形変わるんですか。ほとんど変わんない。これは多分ポケットがつくだけで年代だと思いますけど。じゃあ俺44の切り、これ相当いいな、これ。あとブラックは出にくいですね、やっぱ。ブルーの方はまだ見つかりますけど、これ相当ブラック出にくいですか。出にくいです、これ。あ、これはでもあれなんですね、22,000なんですね。そうですね。11じゃないんですよ。11じゃないです11じゃないです。これいいっすね、これ。これもやっぱり黒は出にくいですから本当に黒出にくいですか。出にくい。
袋は本当にすみません、もう勝手に入っちゃってます。いやもうもう、え、これちょっと、しかもこれ80年代年代ちょっと下に書いてあるんですよね。なんかボアも一周回ってめっ、俺ポケットあれももうでもメイドイン USA 確認しましたよ。マジですか。メイドイン USA、 あ、そうそう、メキシコじゃなかったです。いや、あれ岩崎です。あ、でもこれめっちゃいいな、マジで。でも本当44っすね。だってスウェットの上から着てパツパツじゃなければ大丈夫って、なんか確認方法ないですか。でスウェットのリバースとかの上から羽織ってみて、はいはい、パツパツじゃなかったら いいみたいな価値観ないですか。価値観なんか確かめ方、まあ、着てもらわないと。あ、まあね、やっぱあとは自分のサイズを身幅広げていけるかいけないかをなんとなく覚えるってことですか。どうですか、ね、なるほどね。私はもう大体もうリバースの上から着れるか着れないかっていうのを一つの、はい、ああ今まではスウェットの上で着ることを考えてなかったから、はい、やっぱタイトだったじゃないですか。だからあれリバースをカバンに持ってたりしますね俺。マジっすか。分かんなくて微妙な羽織物のサイズ感が、まあ、リバースアーム太いんでやっぱり こうなっちゃいますよね。これに対応できれば大体のは大丈夫っていう。あ、確かにそうですね。これやばくないですか。これもうラルフばっかりですけど、これはそうですね、90年代後半から2000年のムートンですね。しかもムチムチです。もうライブアニコーナーここにどん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 もうスタイリストの貸し出しみたいになってましたけど、なんかありがとうございます。スタイリストの貸し出しみたいな、お買い上げありがとうございます。無駄話して時間になるし、もうこれ買い取るわみたいな。もうあ、でもこういうなんかイタリアっぽいブルゾンもあるんですね。そうですね、バルスターブルゾンですかね。ここらちょっと大人エリアですね。ちょっとこのサークルラックはどちらかというとなんか、うん、綺麗めな系と革ジャンと、いい時の J. クルーですかね、これね。90年代ですね、90年代ですね、これ、うんうん、あー相当いいな、これ形状。いやーなんかしびれますね、この J. クルー。なかなかカーコートタイプしびれますね、これね、はい、しかもやっぱり革いいんですよね、この年代のやつ。いい、うん、さっきも話したもうコーチのバケツバッグ死ぬほどドキドキで買いましたけど、 あの時のコーチのレザーとかやばいっすよね。やばい、レザーやばいっすね。やばい、うん、クオリティがやっぱすごいですよ、うん、しかもあれ新品じゃなかなか手が出ないですけど、やっぱりね、そう中古だとこういうのもいいじゃん。これラムだな、このピエール・カルナ多分。こういうのもね20代の人が着てもいいし、かわいいですよ。エディ、なんかいいな、このこれエディバウアーとかビーンの革ジャン結構俺好きなんですよね。いや本当に最近再注目されてて、やっぱり形いいのと革質いいのとでも2万円ぐらいで買えるっていう、うん、マジっすか。はい、すごいっすね、本当にいいもの作ってます。2000年多分前後だとは思うんですけど、へえ、これで2000年ぐらいなんだ、うん、いいの作ってます。すごいね、こっち着てみよう。これでかいか、これでかいかな、この2つ着てみようかな。でもこの試着室の作りって渋谷もこうだったかもしれないな。そうですね、渋谷も広めです。はい、こういう感じだったような。これ何年代ぐらいのラルフですかね。2000年入ってるかなとは思うんですけども、やば、形いいですよね。めっちゃいい、しかも程よいリラックスフィット、ほどいとかもう正しいサイズ感って感じですね。いいサイズ感で、多分大人が着れるサイズ感。めっちゃいい。これムートンですよね、これ。ムートンです。安すぎないですか、これ。ちょっと時期遅めだった、春に近かったんで、だいぶ安くは出したんですけど。4万4千ですよ、これ。もう、オキドキスタイルのゾロ目。これは相当いいな。定価から考えるとお得ですよね。これ定価いくらなんだろう、うん、40万ぐらいじゃないの、下手したら30とか30はすると思います、ね、おそらく。ちょっといいですか、お客さんが、うん、あ、一回止めていいですよ、どれどれ、昨日アップしたこれを待ってる、売ってください、はい、あっちでレジ売っていいですか、はい、どの向こうのお客さん、いや、いや、女の人は多分、あ、本当に彼氏か旦那さんがお客さんなんですかね。
いい話じゃないか全然想像と違った。でじゃあ妹さんは東京勤務でこれ見たから買いに行ってくんねえかも。買いに行ってくんないかで朝一ここで待っていると。売れちゃいました今。東北か。いや東北もいいけどこれいいっすね、うん、このムート本当にお値段以上ですよ。お値段以上ですよ。もうこれマジでお値段以上ですね。いや4万円でムートン、しかもラルフなんで。いやこれちょっと綺麗な形です。やばいなこれ。これちょっととりあえずこれもうそっちも来てます。もちろん。とりあえずちょっとかけるだけここにかけてもいいですか。もちろんやばいくないですか。うわ売れちゃった、どうしようこれ。やっぱり買いますって言ってこれこれは結構大きい。うわレザーの質感やばい。質感やばいんですよね。柔らかいですよね。でもちょっとでも本当大きめだな、うん、今の若い子だってこれぐらいのサイズ感いいかもしれない。これ、ね、だとやっぱりワンサイズ下げたい、うんうん、でもこれなんすかこれ。ムッチムチっすよね。これエルメスかと思いましたこれ。まあエルメスって今言っちゃう。これなんすかこれ、うん、いや多分なめしがいいんでしょうね。ありえないこのレーザー、すごいっすね。でも形もちょっと 今っぽい。これ身幅たっぷりで着丈短い。身幅たっぷりででもその着丈も短すぎないんで合わせやすいと思います。へー、まあ、安定のこれはでもあれかリプロダクト、リプロダクトじゃないや、あの後からのやつかなこれ。当時かな、何年でしたっけ。あでもこんなもん俺がたまたま一回ふかふか見たから。これは標準ですかこれぐらい。標準だと思いますよ。これワイルドシングスだったと思いますけど。これはでもあそっか、ワイルドシングスのレベル7。これもでも今 ね、すごい値段しますよね、はい、これちなみにまあでも標準より 1,2 万下いってます ね、はい、8とか77とか。なかなかワイルドシングスは出に、ね、あのやっぱ人気なんで。あとコピー商品が多いんで、これは ね信頼できるところで。これはラージロングの、これもうデッドですかね。デッドです。これはデッドストックですね。いやもうマンパが気になってしょうがないなこれ本当に。いやなかなかドラマチックなこと起きましたね。いやドラマチックですよ本当に。まあ本当ドラマチックですよ。まあ、私がもうアニコーナーに入れて買おうと思ってたのを、まあ、東北方面の方からのグループで買いたいってことでお譲りしましたね。あとでこう見ると分かると思います、はい、本当に。うわこれ多くないですかこれ。50年代のウルリッチですかね。やっぱりこの年代のコーデュロイはやっぱり光沢もあって、これも、はい、光沢もあるんでやっぱり。あボタンがかっこいい。てかこれほとんど着てないですね。でもいやツヤツヤですよこの。これツヤツヤ本当に。やっぱ置き時の真骨頂だね。ふわふわふわツヤツヤ革ジャンなんだっけ。もち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 やっぱ語彙力がないんです。いやいやでもそういうところからのインスタのキャプションが生まれてんだな。語彙力が全くない。あでもこれ着れるわ。めっちゃこれいいですね。めっちゃいいこれ。着丈もあるんで長すぎず。これ刻んでますね。28,600円。これの値段は吉沢ですね。この沢さんが刻む傾向高いですか。はい、傾向高めです。3万円行きたくないみたいな。あだ沢さんがよりシビアってことですね、はい、そうですね。値段にちょっとでも安く買ってもらいたい。11とか22とかじゃなくて。あそれ僕です。これでもめっちゃこれが3万切ってるってやばいっすね。あとコンディションがやっぱり出ないです。ハンティングジャケットなんだろうこれ。でもなんかカチッとした時に着れそうな。ハンティングジャケットモチーフのなんかこのリッチ感がいいですね。いや本当に多分やっぱりこれ持ってる人が、ね、これ持ってる人が多分やっぱウールリッチも、まあ、アウトドアあれカンティングとかいろいろありますけど、ちょっと、うん、なんだろうな、長野に別荘を持ってて、そう軽井沢ちょっとね、はい、レンジローバーかなんかでブラーって行く時に着たいみたいなライフスタイルの感じですね。これ相当いいな、うん、サイズ感もいい、ね、サイズ感もいやこれ止まんねえなこれ。これ完全にこれ貸し出しありがとうございます。これちょっとすごいな。
すごいっすね。なるほど。これなんだこれ。10X ってあのハンティングブランドですね。これめちゃくちゃイギリス軍のジャケットとほぼ同じかもしれない。これすげえ似てんな、イギリス軍のジャケットに。これ工場同じかもしれない。うん、こういうさ、XL かなこれ。ポケット開けないと分かんない。そうですね。あ、でも、うん、あ、ここにタグがないから結構古めですね。相当いいっすねこれ。もう持ってるから買わないけど。ああ XL 本当に見つかんないっす。いや、もう今となっちゃう、俺高校生の時に L 着てて、うん、その後 M でいいって話になって、はい、実は今着るんだったら XL で十分ですね。はい、丈短いし、うん、これで2万点、これも超おすすめですよ。これアルファのメイドイン USA のここにアルファタグがないやつ、ないやつで、ここまでリブも全然大丈夫。リブがやっぱ伸びてるやつとかも多いし、多いっすよね、はい、こっちも XL？ こっちも、こっちは L ですね。あ、はい、L になると一番いいですね。ここら辺がやっぱね、はい、時代を読む力ですね、これ。そうですね、黒、XL、まずね、あの鉄板です。まずね。そうで、こっちはこういう風にここついてるんですよ。こっちもいいんですけど、昔のやつこれついてなかった。もう高校の頃、あのトップガンの最初が公開になったぐらいですね、はい、私が高校の時は。マジっすか。はい、もう中田商店に並んで買ってた時代ですもん、買えなくて、あのアルファの MA1 が。僕ジャスコで偽物のやつ買ってました。ジャスコで。でも逆にそれもなんかいいですよね。でも中学校だからもう本物買えないですもん。あ、まあ確かに、うん、でみんなそういう道を通ってるってことですもんね。そうですね、懐かしいアイテムですね。ジャスコいいっすね。ここら辺がさっきのサードの。そうですね、もうこれも4に、でも昔の表記でも4、昔40着てたんですよ俺、はい、ありえないですね。今はもう44とか46、48。でもこれとかはいくつなんですか。これでも大きめだね。もう分かんねえか。でも 40ですね。絶対昔俺40着てたもんだ。今40だとちょっと小さいって言われる。めちゃめちゃ小さいますか、ね、42でもちっちゃいんじゃないこれ。うん、昔はでも36とか38着てましたよね。着てた、うん、着てた。これだってロングってこれあれ上様みたいに竹長ってこと。そうそうそう、42で着丈が1インチ長い感じですかね。だいたい多分 2.5 センチぐらい長いとは。そんなのあるんだ。そうですね、なかなか見ない。なかなか見ないですね。出にくいですかね。何よりこんなとこ、これ、ああ、この突然来るとかすごいですね。このこれは4、これなんだっけな、なんだか41、42、43とかいろいろあるじゃないですか。これちょっと私苦手なタイプで。いやこれね、自分でなんか前の動画見れば分かる。41だったかな、42だったかな、それマリンコとかいろいろあるんですけど、うん、これサイズ表記あるのかな。スモールでした。あ、本当だ。でもこれ、うん、デッドストック、ね、うん、これだってこんな感じだったらもっと値段いってもいいぐらいでしょ。これがこのサードと一緒に並んでるところがやっぱお気づきの真骨頂ですよこれ。普通これレジ周りにこうやってかけて、あれ見せてくださいって言いにくいなって普通出すんですよ、そういうの。もう刺さってます普通に。すごい。これはこれマーベリックって何ですかこれ。マーベリックはラングラーの兄弟ブランドですね。ラングラーの兄弟ブランド、はい、このラングラーのこのウエスタンシャツの結構デカめを、ラングラー自体もないですか、ね、ラングラー、あとはこれだけですかね。これブラック、そあんまり出ない。これやばいね、これ見つかりにくいですよね。これちょっとラングラーのこのシャツも最初15ハーフのアメリカ製を買ったのが30年前、はい、アメ横で、はい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 、まだその頃は全部 US 古着屋とか回る前、まだリーバイスも、うん、USA が売ってて、だからリバースの刺繍トリコの目なしとかはリアルに俺アメ横のセンタービルの1階で買ってました俺。あ、だいたい1万円いかないぐらいでしたよ昔。であとジャングルファティーグのパンツはデッドで本当5000円とか、うん、昔は本当に物があった時代は安かったです。これ でかいのかな。あ、これでかいですね。あ、でもやっぱこれだけサイズアップするとちょっと長めですかね。あのラルフのブレイクの XL ぐらいな感じになりますね、うんうん、これ、まあ、やっぱりタックインするようにやっぱりカウボーイの
まあそうですね、もともとはそうですもんね。作品用に作られてるんで長めですね。これのブルーも探してるんですけど、このブラックやばいですね。ありがとうございます。はい、だってこれ黒は本当に見つかりにくいですね。見つかりにくいですか。だってこれネックサイズが18の18ですよ。俺だって16インチで40センチだから、ドレスシャツとかこれ相当でかいですけど、見た目はそんなに、まあ、着丈そんなに伸びないんで、身幅だけですよね。身幅だけ。これマジでいいっすね。これ 100回ぐらいよ、これマジで。相当いい。これなんかこれぐらいの身幅のゆったりめで今着たいですね。そうですね。あ、やっぱりこの年代になって、もともと作りがこのノリもそうだし、この感じ、身幅、あのウエスタンはやっぱり身幅細めなんで、18ぐらいあっても全然違和感なく着れます。違和感ないですね。今リバースの上に着ててこれだから、うん、T シャツの下に着てもいいし、丈も別に違和感ないし、うん、ラルフのちょっとオーバーサイズの長袖のシャツぐらいな感じになります。これはまだ根付けしてないですね。そうなんですよ、ね、これはまだ交互期待なプライス、交互期待ですね。これもまだ根付けしてないですね、これね。こっちもね、そうですね、今日出そうかなと思ってたやつなんで。今出しちゃいますか、これ。まだ早いですか、根付けは。これでだから根付け前のなんだろう、倉庫でもアニコーナーです、これ。根付け前の倉庫でもアニコーナーにしよう、これ。これ相当いいです、これ。これ。いや、相当アニコーナー増えましたよ、これ。ありがとうございます。これ、もう、あの、いろんなグルーヴが混じって、こう見逃してるもんないですかね。僕ですね。見逃してもあります、なんか。ニット見ました？ニット、スウェットニットどれ？ニット、あ、ここら辺。そうですね、まあ、やっぱカシミヤ、カシミヤもあるんですね。そうですね、カシミヤにガンジー、そうです、ガンジージェットストックと、まあ、なんか新品定価を考え、プリングル、うん、プリングル、はい、新品、なんかジョンスメっぽいけど、ジョンスメじゃないか。あ、フェラガモ、それがジョンスメっぽいな、なんか幅広いですね、でもね。やっぱり、まあ、大人ですね。まあ、いいものを安くできるだけ出したいんで、まあやっぱりビッグメゾンとかはやっぱりね、お金作ってるから。物がいいですもんね。物がいい。だからそこなんですよね、やっぱアウトドアって軍物があって、ラルフがあって、それがまあハイブランドだろうが何だろうが、そのちゃんと洋服をきちんと作ってるっていうものをチョイスした後、その年代、そうですね、もうそれも、ね、今の気分に合う年代だったら、例えばラルフの90年代だとか、はい、同じあのバウアーとかエディバウアーでも年代によってまた変わったりするから、はい、 そうですね、そこら辺がやっぱね、置き時計の素晴らしさですね。やっぱりいいものを安く買ってもらいたいんで、うん、やっぱ中古の魅力って人それぞれ値段つけるわけじゃないですか、はい、だから、安くていいものを探せばまだある。そうですね、うん、そう、あ、だから逆に買い手の方もやっぱりできるだけ安く、できるだけいいものを、まあ、そうやっている気持ちを込めてバイングしているところのお店で買って、でこういうふうに、まあ、雑談したりとか、それもやっぱり一つの買い物の楽しさだったりするし、うん、まあ、もちろん私もネットでポチって買うこともあるんですけど、やっぱ実際来ると新しい発見がありますよね、うん、これをアイテム探しててもまた違うものに出会ったりとか。まあこんだけちょっとアニコーナーが多すぎるんで、あと、まあ喉乾いてきたからちょっと連絡しますよ。わかりました。ちょっとパトロールして、はい、すぐ連絡します。わかりました。すぐ連絡します、はい、これは取り置きじゃなくて、これは形だけでもアニコーナーですよ。だからお客さん来たから売っても大丈夫です。あ、本当ですか。わかりました。ありがとうございました。はい、連絡します。わかりました。ありがとうございました。迷うな、これ。迷いすぎるな。前に上原にこれ見てもいいですか。あ、いいですよ、もちろん。これだから置き時のレディース、はい、そうです。これなんていうお店なんですか。ワンヴィンテージですね。ワンヴィンテージ、はい、なんか素敵な女性スタッフが、まあ、そうです。置き時の男性スタッフも素敵ですけど、ね、ありがとうございます。でちょっとね、さっきね、ブラブラっとしてたら
やっぱりね、富ヶ谷は霊境ですよ、やっぱ。そうですね。やっぱり ね、 安定ですね。ちょっとね、今回あの、はい、アポ取りしてないんで、リアルにちょっと取材交渉してみましょう。あれ、あ、終わってるよ。あれ、早っ。え、こんな早いの？こんな早いことってあるね。あ、やってないんかな、もう。いや、そんなことない。1時までってある？え、早すぎない？なかなかな展開になったの、俺も。こっちに行った方がいいか。うわー、早っ。え、俺2時までだと思ってた、俺。上とね、ね、あそこにも立ち飲みありましたね、なんかね。いや、なんと霊郷がね、今お昼やってなかったんですよ。まさかの。この八幡の方の駅で、なんかでもこれ焼き鳥屋いい感じですね、これ。そうですね。これじゃあもう仕込みなしの、ちょっと待ってください。はい、これあの、いつも事前に確認したりするんですけど、はい、あのちょっと取材交渉、あの OK か言ってみますね。これ一回やりたかったやつです。ちょっと待っててください。わかりました。どうだったんですか？そうでしょ。OK です。すごい。OK です。これね、やってみたかった。これやってみた。でもね、霊郷が休みでもやっぱいいことありますね。確かに。いいことあります。角倉商店。昼から焼き鳥でベビーですよ。最高じゃないですか。最高ですよ。いいっすね、この角倉。そうですね。うん、最高っすよ。角倉。これ、ホッピーの白のセットです。こっち中、金宮かな？焼酎金宮ですかね、これ。ね、金宮中入ってて、これで白ですね、白をこう入れて。あんまりホッピーは やんないんで、はい、これ優しく入れます。中が傷ついて、これ再利用するんでね。ありがとうございました、今日は本当に。ありがとうございました、お疲れ様でした。はい、お気を付けに乾杯。ありがとうございます。宮地に乾杯。ありがとうございます。めちゃうめめちゃうめえ。どうぞ、はい、一緒にいただきます。ポン汁、はい、ポン汁いただきます。うん、うん、うまっ。これプリプリですね。うん、おきどき風に言うともちもち。あ、もちもちです。いや、でも本当に、なんだろう、私がもう何回も言ってます、20年ぐらい前、こうやって YouTube まだなかった時代、こんなね、古着屋さんを紹介する動画をやると思ってなかった時に、まあ、岩ちゃんとかこれ話してたようなことがみんなに伝わるといいなと思って、こういうね、あのコンテンツを作っていて、やっとロケができてすげえ嬉しいんですけどやっぱ出演していただけたっていうのは嬉しくて、はい、うん、その宮地さんは、まあ、もともと昔コーチのバッグを私が買った時とか、うん、そんなに全然話してないじゃないですか、はい、確かに。で、今日こんなにグルーヴがつくてめっちゃ楽しくて、うん、まあ、あのカメラ回ってない時の方がめっちゃ面白かったんじゃねえかって説もあるんですけど確かに、今回まあ出演していただけた経緯とか、アニチューブってのはご存知？そうですね、なんとなく、なんとなくですね。一致してました、私。あ、知ってました。それは知ってました。あの時よく来てた人だったの、はい、コーチのバッグ、コーチの人だなとは知ってました。で、今回なんかその、ま、あの、なんですか、知り合いがなんかアニチューブを知ってたとか知らなかったとか、そうなんです。そこら辺のお話をなんか、まあ、きっかけというか、実家の友達、はい、トシ君って言うんですけど、同級生ですか？同級生です。高校時代、高校の同級生ですか？トシ君って言って、はい、で、僕に洋服を教えてくれたんですよ。トシ君が。トシ君見てるかもしれないですね、今。トシ君は YouTube 見てるんですか？見てるんですよ、はい、で、半年前に、はい、久しぶりに酒飲みに行った時に、はい、この、あの YouTube 知ってるって言われて、あ、知ってるよ、これ知ってるって。あ、これです。これ時々にも後でステッカー置いてもらってね、もらえますから、はい。知ってるって言われて、はいはい、あ、知ってるよって言ってて、はい、あ、見てるんだなっていうことを認識して、はい、で、その後に話来たから、はい、あ、これ出たら面白いんだろうなって。いやー、嬉しいっすね。そうなんです。嬉しい。としかも洋服好きな方だったんですか？大好きです。ヴィンテージ古着とかも好き？いや、もうヴィンテージもその当時、US の501のレギュラーの中でもヒゲを探してたりとか、はい、で、一緒に古着屋行って買い物したりとか。ということは、でもトシ君がそんな服の洋服の楽しさとか古着とかヴィンテージとかで影響を受けたこともあるし、間違いですね。で、その後に、すぐ古着業界ですか、まあ、差し支えなければこの置き時に至る道のりを。そうですね、とりあえず東京に来たくて。
はい、で、もともとどちらでしたっけ。石川県です。あ、石川県、はい。で、東京に来たくて、はい、で、音楽の専門音楽校行って。あ、どっちかって言ったらバンド系とかですか。そうです、そうです。まあ、作る方だったんですけど。へぇ、ギタークラフトの科がある専門学校行きまして。楽器を作るってことですか。はい。へぇ、はいはい。で、学校が午前中に終わるから、はい、午後することないじゃないですか、はい。まあ、原宿行きますよ、はい。で、原宿、高円寺、代官山、うん、もうベルベルとかあった時代ですか。トンチャンドありましたね。まだバナナボートあります、もちろんあります。サンタモニカとかシカゴとかあって。そうです、あります。で、それベルベルとかはやっぱりよくイバちゃんと、はい、あの入荷日、はい、チラッと行って。90年代、80年代、90もう裏原ブームと同じぐらいの時ですかね。裏原ブームの時に僕らは古着買ってたんで。要はアンダーカバーとかノーヤーとかがあの奥の方にお店できて、はい、エイプもまだちっちゃくて、あれだ、ノーヤーにあった頃だ、はい、ヴィンテージキングが。ヴィンテージキングの下に甘いっすね、マジで。あの時に一生懸命古着買ってました。めっちゃエモい話だな。で、そこから古着屋さんで、まあ、バイトとか働くんですか。そうです。で、二十歳から、ドギーバック。そう、ドギーバック高円寺の、はい、神社側っていうか、あのこっちのですよね。今 SO がある。 SO のとこですよね、はい。で、働いてですかね。お気の利きっかけは何。お気の利きは3人、まあ、僕と吉沢と岩崎が仲良くて、はい、で、お気の利きの前の社長が引退するって言ったんで、はいはいはい、じゃあ引き継がないかっていう話で3人で買い取ったんですよ、はい。それがあの渋谷のあの店ですよね。そうです、それが20年前です。いや、歴史ありますね。来ましたね、20年。20年ね。でもやっぱり上には上がいるんで。でも今日改めてなんか本当に、まあ、今となっちゃう昔のレギュラーがちょっと高騰してて、まあ、チャンピオンのリバースとか、あのリーバイスの最後のアメリカ戦とか、うん、あとはミーンとかリバー90年代ラルフ、なんか改めていろんな、まあ、全国の古着屋さんとか行きますけど、なんか大事な今改めて見直すべきラインナップ、サイジング、うん、あと的確なアドバイス、うん、生産額がどう、これがどうってあるんですけど、今の雰囲気に合うサイジングのアドバイスだったりとか、うん、そういう意味ではやっぱり初心になんか変えたというか、うん、20年前に私が、まあ、置き時に行ってて話してたことをアップデートして、今もなんかもう一回体感できた感じがあったんで、うん、本当に楽しかったです。ありがとうございます、ね。で、まあ、アニコーナーまだいっぱいあるんで、はい、またちょっと戻ってじっくりですね、この白ホッピー行って黒ホッピー行って戻ると、またこう新しいものが見えてくるかもしれない、はい。ムートン2枚ありますかって。本当に今日はもっちもちの。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。え、トシさん、トシ君です。トシ君、トシ君ありがとう、はい。トシ君にもこれもう、あの送ってくれ、送ってくれるんですか。トシ君のところ行こうかな、これ。トシ君だってトシ君がいなかったらこの業界にいなかったかもしれない。あ、いなかったですね、本当に。もしかするとなんかもうギターかベース作ってたかもしれないし、ね、トシ君、トシ君ありがとう、トシ君ということで、まあもう飲みましょう、もう、はい、もうありがとうございました。もうカメラ止めてね、ここからが一番楽しいです。はい、最高、マジで。